今日は体脂肪率を測っております。黄色のボタンを押します。地肌に当たってると数値が出ますが、エラー毛に当たってるとエラーだったり、あと位置が正確でないと、うん、数値自体も 5% 前後ずれがあったり、あと骨に当たったりしてるともう完全にエラーになっちゃいます。もう一回やってみよう。